はい、ということで本日なんですけれども、まあ、大変遅くはなってしまったんですけれども、まあ、僕もね、先日のランキングイベントをしっかり走らせていただきまして、ブーマー選手の獲得に成功しましたということでですね、もうすでに極みになってキャプテンしていただいております。見てください、この花火の背景とこの OB の背景の、もうなんて言うんですかね、この微妙にこの色の混ざり方というか、めちゃくちゃかっこいいですよね。特にね、僕が気に入ってる部分ね、多分拡大してるんですけどね、ここですね、ここのこのなんていうか、この雲の感じとかめちゃくちゃ良くないですか。まあ、てな感じでね、今このトップ画面すごく気に入ってるんですけれども、本日はですね、このブーマー選手を使ってみたっていうのは正直もうタイミング遅いかなと思うので、ブーマー選手を加えた僕のオリックス純正のオーダーっていうのがだいぶいかつくなったので、ちょっとそちらを紹介させていただいて、でリアタイを1試合しようかなと思っております。ということでですね、早速オーダー画面へどうぞ。はい、ということでこちらがですね、リアタイのオリックス純正の野手陣となってるんですけれども、もうねいかついんですよ。何がいかついかって、まあ、主に打順なんですけれども、見てください。もうね、2番にファーストブーマーで入ったことによって、よりね、いかつさが増しております。さらに純正オーダーでありながら、2番、3番、4番、5番と、4人連続で2倍アーティストが並んでおります。6番に個人的に使いやすい秀治さんを置いて、で7番にイチローさん。で8番、9番は、代打を送ります。なので、代打を送ると、こんな感じになります。はい、ということでですね、まあ、代打陣にもですね、タフィーさんやラオウ選手が控えてますので、オーダーのですね9人中7人がミパエのオーダーとなっております。唯一、まあ、ミパエじゃない2選手も糸井選手と一郎選手なので、もう能力的にはね申し分ないんですよ。正直これはですね、昔12球団やってた時もここまでのクオリティのねオーダーを組むことができなかったので、正直もうね感動してます。純正でこんなにいかついオーダーが。で僕ね、まあたまに課金はするんですけれども、そんな重課金じゃないんですよ。まあ月の課金数って僕1万円絶対平均にしたらいってないぐらいなんですけれども、それでもだいたい1年、半年ちょいぐらいでここまでのオーダーを作ることができました。で一応、まあ、タフィーさんとラオウさんで基本的には代打を送ってるんですけれども、状況によってはあの宗選手とかを代打に送ったりもしてます。というところで、まあ、いかつい打撃陣になったということで、この後のリアタイで、まあ、ちょっとね一発勝負なので、どんなバッティングできるかわからないんですけれども、まあ、なんとかねこの打撃陣に見合ったバッティングを見せれるように頑張っていきたいなと思います。それではリアタイどうぞ。はい、ということでですね、先ほど紹介したオーダーでやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。相手の先発ピッチャーは藤浪さんですね。さあバッティングをね中心に見せていきたいなと思います。さあ OK、 まず早速レフト前にかましていく。さあブーちゃん、さあこの2番ファーストブーちゃんっていうのがね僕の肝ですね。ここが打てるか打てないかで、その日の展開が大きく変わってくる。 OK、 さすがブーちゃん、いかついですね。あ、これはライト、まあセカンド、いけ、あレフト正面。はい、ということでね、僕の先発ピッチャーは阿波野投手でございます。さあお相手ね結構打率高かったので、まあ結構というかもう僕からしたらだいぶ高いので、ここはしっかり慎重に抑えていって、この方に阿波野さんが刺さるのか刺さらないかっていうところもなるべく早めに判断していかないと、まあ2点差なんてねすぐ追いつかれちゃうんでね。 OKOKOK、 まあでも取られても取り返すのがねこのオリックス純正打線なので、まあそこはねしっかり取られてしまっても対応していきたいところでございます。あー、まあいいか、あー抜かれていく。もう走られるのは想定、あーあっという間に同点にされていくと。よいしょ、ライト、はい、ナイスライト。ヒデジさんがめちゃくちゃ打ちやすいって言おうとしたら詰まる。ここに代打で、まあここローズさんとラオウさんの順番は結構適当にしてます。
さあ予定通りここにも代打を送っていきたいんですけど、当たっちゃうね、特能次第で化けるので、いやただここはチェンジかな。まあここ正直ムネさんとラオどっちでもいいんですけど、今回は藤波さんなのでちょっと一回ムネさんでいってみようかな。 OK ということで、ちょっと今回ムネさん使ってみます。さあちょっと速い球にさっきは振り遅れてるんで、そこはしっかり修正していきたいところ。さあこれは OK、 ライドラが生きていく。しかも2人帰ってくるね。 OK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 、 さすが。さあ続いてライドラ、あーこれは惜しい。さあ先ほどホームランのブーちゃん、さあこれはまあナイスバッティング。いやマジで打ちやすいよなブーマ、ほんまにやばい。これ本当に素晴らしいです。さあこれはセンター前、さあ4番のりさんも全出し。さあこれはさすが、やばい、ナイスバッティングすぎる、やべえな。でまあ二遊間どっちも代打に送ってしまったとき、まあどんな守備配置にするかと言いますと、もうだいぶファイヤーなんですけれども、こうします。これでね、一応8番9番ね、どちらに代打を送っても守備はちゃんと適正をね守ってつけれるというところで、はい。じゃあまあここ最後ねしっかり守っていきたいんですけれども、比嘉さんスタミナきついよな。ワンチャンこのスタミナがなくなった比嘉さんが参るってこともあるかなと思うので、まあ一応ね6点差あるんで、ここはしっかりと、そうですね、まあ実験的な意味でもこの回は2ストライクまで追い込んで、あー取れんか、ノリさんの守備。まあこれはね正直ねしゃあない。まあこれね特別延長まで行ってねこの守備させるのだいぶきついんですけれども、一応最近はこういう配置にしてますね。というところでちょっとリリーフをね順番に送っていきましょう。まあまだね5点差あるとはいえね、非常にねこれは舐めてかかるとほんまに簡単に逆転されちゃうんで、ここは惜しみなく中継ぎエース陣を送り込んでいくっていうところで、でここ長打警戒でいいかな。 OK でカットボール、 OK ナイス。さあここも長打警戒にしとこうかな。もう1個ずついきましょう、欲張らずにね。よいしょ、スライダー OK。 あこれはこれ長径してるがゆえのスライダー、オッケー、ナイスボール、これはいいボールや。さあ岡本さんホームラン出たらまだ1点差なんで、引き続き計算でいきます。よいしょ、うわーとか言うてたら、うわーほんまにやられた。さあここ、こうなってくるとタイピンが出なくなるのでピッチャー交代したいんですけれども、さあここは久志さんでいきます。うわーそう、なんか壮絶な打ち合いになってしまった。久志さんもね今年の OB で個人的には出るんじゃないかなと思っております。持ってない方はぜひ OK ナイス周平さん、ということでありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。